この前ね、朝しこした後にね、ジップを見とったらですね、水戸アナが涙を浮かべながら、去年の24時間テレビの募金着服騒動、これの謝罪をしとったんですよ。勝つなよ。私はね、この文化大嫌いなんですよ。番組やテレビ局で悪いことをした場合、何にも悪くないアナウンサーが出てきて謝るでしょう。かわいそうですよ。こういうのはね、当事者の悪いことをした奴が出てきて土下座すればいいんですよ。アナウンサーは何にも悪くないんですから。普段のテレビ番組でも一緒なんですよ。VTR の中身で不適切な映像があったら、それを編集した編集マンのおっさんを呼び出して土下座させればいいんですよ。音声が乱れたら、音声さんのおっさんを呼び出して焼き土下座させればいいんですよ。24時間テレビの問題で言うと、日テレの社長なり実際に募金を着服したおっさんを呼び出して全裸で焼き土下座させればいいんですよ。このようにね、何にも悪いことしてない人がね、謝罪をさせられる、そんな真面目がバカを見るような世の中であってはならんのですよ。私もね、真面目に AV やファンザでしか見とらんとですよ。ただね、それを会社とかで言うとね、おかしなやつ扱いされるんですよ。え、ミス AV 見てないの？アブグル見てないの？ X ビデオ見てないの？とか言ってくるやからがね、ファンザで真面目にコツコツ毎日6年間アダルトビデオを買っとるこの私をバカにして変人扱いしてくるんですよ。勝つだよ、勝つ。世の中狂っとるよ。よっ、どんなもんじゃない。うわー、どうだ、イエレイツーツーガー。2024エポック広島東洋カーププレミアエディション開場します。いや、このプレミアが出るようになってスタレジェが出なくなりましたね。僕はスタレジェの方が好きだったんですけどね、マグホもあって、その分プレミアの方がね、お安く手に入るんでいいんじゃないでしょうか。さあ、このプレミアエディション、ワンボックス1万2000円ぐらいだったかな。で、サインカード1枚確定でございます。まあ、ただそんなにね、枚数自体は多くないと。ワンボックスに5パック入ってて、ワンパックにカード6枚。で、全部で30枚というボックスでございますね。なんで、まあ、サクッと開けれるっちゃサクッと開けれますし。まあ、ボリュームね、なんかもう物足りんとか思わなくなってきましたよ、私は。30枚あったら、まあ別に場所も取らんし、縁やないみたいな。だって5万円で1枚っていうのを経験してますからね、もう怖いものなんかないんですよ。まあ、このボックスの目玉と言ってもいい選手がこの表紙にも映っております。常広ですね。カープのドラ1ルーキー、青山学院大卒できたのかどうかちょっとはっきり分かりませんが、まあ多分卒できとるでしょう。なんか単位が足りんとかでチームに合流が遅れたとかなんかありましたけど、まあまあそんなんね、別に単位取れてなくても沢村賞取ってくれれば問題ないので、頑張っといたってくださいよ、手に。まあ目玉はさっき常広と言いましたけど、私狙いは別にありまして、ドラ4ルーキーの中田くんというね、沖縄の超ガタイのいいバッターがいるんですよ。しかも右のスラッガータイプ。こういうね、大砲タイプをね、カープを育てていかんとね、もう本当もうスモールベースボールすぎて、今のカープは正直見てて面白くないんですよ。ピッチャーがね、いいから勝っとるけど、もう末金が抜けてからちょっとね、打線に元気がなさすぎますんでね。まあ、だからその末金のサインも欲しいよね。今年のね、サインカードのデザインめっちゃかっこいいんですよ、プレミアの。エポックはね、BBM に比べてデザインがちょっとみたいな言われること多かったですけど、今回の今年のプレミア、非常に僕デザインいいなと思います。球場をバックになんか、いい感じのデザインで。どうですか、これ良くないですか。まあなんで狙いは中田、末金、常広、その辺ですかね。まああとコンボサインとかもありましてね。森下、常広のドラ1、ピッチャーコンボサインとかね。あとちょっとがっかり感あるけど、レイノルズとシャイナーのコンボサインとかもあるんですよ。レイノルズはもうおらんしね。シャイナーはちょっとね、やっとお目覚めかという感じですけども。だったら俺でもシャイナー単独のサインの方が欲しいわ。このコンボ引くぐらいだったら。あとですね、カープって今年、ルーキーの選手が一人も一軍に出場してないんですよ。支配からドラフトされた選手に限ればね。ただ、育成から入ってきた佐藤圭介。この人がですね、2軍で3割5分ぐらい打ってまして。で、5月か6月に支配下登録1軍出場も果たし、初ヒットも放ったという将来超楽しみなね、ルーキーがいまして、その選手はサインカード入ってます。育成選手で唯一入ってるんじゃないですか？サインカードが。
いやー、なんでその佐藤圭介のサインも欲しいですよね。まああとデコ盛りとかね、GM とかね、いろいろまあ楽しいインサートカードもよく出るんで、でシリアルもね結構出てくるんで、まあ開けててね、非常にカープファンなら楽しいこと間違いなしなボックスだと思いますんでね、早速開封していきましょうか。いやー、ちょっと私自身もね、めちゃくちゃ久しぶりに開封動画を撮りますのでね、楽しみもありつつちょっと緊張もしてるんですよ。最近あまりの忙しさにね、開封どころじゃなかったんですよ、ほんと。もう忙しすぎてね、潮、泡吹きそうにね、なるぐらい忙しかったんですよ。開封動画、ほんとはね、毎週投稿していきたいんですがね、ちょっとそれも叶わんぐらいに大変なほどにね、クパーということでした。はい、このボックスはね、まあ、シリアルとか、ないかな。まあ、厳密に言えば、まあ、これがシリアルなんかもしれんけども、あんまり意味はないので、気にせんでいいでしょう。で、この中にこのように、ドカンと5パック入っておりますのでね、上からぶちかましていきましょうか。さあ、ちょっと本当にさっき言い忘れたけど、赤塚のサインも欲しいんですよね。ドラゴルーキーのピッチャーでね、190センチ100キロぐらいあるね、巨漢なんですよ。ジャッジ、和製ジャッジみたいで、杉田武というのが育成の選手のベースを入ってるんだ。この人も育成ルーキーの選手ですね。ルーキーマークついてます。あ、ルーキーマークもついてますね、育成選手も。育成選手はなんか、ルーキー扱いなんかどうかちょっと難しいところがありましたが、これついてますね。これ杉田武選手はですね、ピッチャー非常に、オープン戦でもいいピッチングしたんですよ。なんかアイドルがめっちゃ好きで、なんか誰だったかな、乃木坂の誰かがめっちゃ好きですみたいな、言ってた気がしますね。で、T ファンね。まさかここに来て、広島東洋カープブルペンの柱になるとはね、島内朝日がちょっと疲れてきて、ファン神だわ。サボり外国人だと思っとった昔の私に勝つですよ。とんでもない、本当に怪我しとるだけだったんだな、ファン。メジャーで通算101試合に登板した。最速160も出んの？でも150後半出てますからね、今普通に。あの大谷翔平を三振に取ったこともあるらしいんで。いやー、ちょっとハーンのサインも入ってるんで、ハーンもちょっと欲しいね。ハッチがね、むしろハッチの方がやってくれると僕思ってたんですけどね。はい。まあ先発と中継ぎ違うのありますけど、2点、3点ぐらいで活躍してくれるんじゃないかと期待してたんですがね。お、かっけなんだこれ。タイムトゥーシャイン、テイラー。これレアインサーとか、あ、常広のベース出ました。レアインサーとかな、これ。タイムトゥーシャインってめっちゃレアインサーじゃなかった。あ、そんなことない。99周でしたか。失敬。写真使い回しだな、お前、ベースと。こういう使い回しはすぐバレるんですよ。SNS 全盛のこの世の中だったら、すぐに検証班が画像をアップしますからね。まあ、サインカードは写真違うだろ、さすがに。ちなみに、新井はね、なんか、監督版のサインと、現役時代の写真版のなんか、ちょっとレジェンダリーサインっていうなんかね、見せるやろ。田中康介ね、なんか復活したかと思いきや、なんか別にそんなに、という感じが続いてますよね。野村も今シーズンとうとうまだ一回も一軍で投げてないですからね。5回に失点でいいんでやってくれりゃね、あとは強力リリーフ陣託せばいいんで。去年は投げてたよ。去年もでも6試合しか投げてないから年々減ってっとるな。去年、31イニングで 1.16。ええやん。なんでこんなピッチャーがまだ投げてない、今シーズン。こんなピッチャーじゃないんだけどな、もっと、イニング規定投球回も食える、そして2桁勝てる、コントロール抜群のピッチャーなんですけど。秋山ね。2割8分ぐらい、3割打ってほしいね、やっぱり3割。3割打って理想のリードオフへ。出ました、佐藤圭。この人ですよ、佐藤圭。佐藤圭ってルーキー。95番か6番、4番だったかな。育成ルーキーから支配下登録され即一軍昇格、スタメンを勝ち取るという、なんだこれは。屈強な体格から繰り出せる長打力、そう、182センチ95キロありますからね。素晴らしいですよ、これは。ガタイのいい選手っていいよね。松山これなんだ、これはシリアルがあるのかな。あれ、そういうわけではない。で、森下と。さあ、3パック目。上本隆ね。上本はね、ちょっと強制の一件があってからあんまり僕は素直に応援できなくなりました。中田優斗、これですよ、僕がさっき言ってたあの超巨漢スラッガー。187センチ105キロですよ、高卒ルーキーが。18歳19歳とかですよ、この子まだ。昔からチャンスが好きなのでチャンスを楽しむということは他の人よりできるかなと思います。はあ、
クラッチ連動みたいになった時ね。ハツキがね、ハツキのことおじさんになるとさ、ハツキのことハズキって言うよね。あ、なんだ、ハツキをハズキって言ったり、チックトックって言ったりさ、ティックトックのことを。絡んだよ。お、ハクサイン出ました。なんかエポックのハクサインがプリント感があってあんまり好きじゃなかったんですよ。これはすごいハクというか、彫りがしっかりしてる感じがあってとってもいいですね。さあ、残り2パックということで、このパックか、最後のパック、どっちかに、サインカードが確定で入っとるということですよ。さあ、ドキドキしてきますね。田中康介2枚目。野村ですか？あれ、なんかさっきと全く同じ配列じゃないか。でも一緒じゃねこれ。なんだこれ。え、この次あたりじゃないのか、これ。黒？ジェームじゃないこれ、ジェーム。ジェーム？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 うわー、やった。俺ね、地味アライヌさん持ってなかったんですよ。20の13ということで、一応これはハートヒットまではいかんかさ。でもいいね、現役時代の写真で。いやー、やりました、アライ高博。今のカープを2位とか首位争いできる采配をしてくれとるという時点で文句はないですよ、アライ監督の采配に。まあちょいちょい打順が変な時あるけどね。まあほぼ文句なしですよ。わあ、かっこいい。これいいね、レジェンダリーオートグラフ、新井隆博。いやー、いいじゃない。さあ、ラストワンパック。こっからジェムとか出てきてくれたらね、素晴らしいボックスになるんですが、いかがなもんでございましょうか。栗林。あら、新井、こんな、こういう現役時代のベースカードもあるの。お、末かね。これ去年のプレミアと同じ写真じゃないか。うまくとないか。あ、でもバットの色が違うか。白黒だったもんね、去年は。現役時代の解説が書いてると。爪色のジェム。え、しかも黒ジェムってさ、ワンボンとか違うっけ。これ超レア印刷なんですよ、これ。これも多分カートに何枚とか、そんなレベルだった気がしますよ。で、これは？あ、この、やりました。皆さん。サインを、常広のサインは出ませんでしたが、常広のジェムが出ました。鑑定に出します、これ、PS 鑑定。いやー、いい。なんというボックスなんでしょう。エポックプレミア。はい、2024エポックカーププレミア開封結果、このようになりました。新井のレジェンドサインと、ドラ1ルーキー常広のゴシリジェム。何か文句がある方いますか？ないんじゃないでしょう。ボックス開けてこれあったら万歳ですよ。まあ、強いて言えばね、ちょっと、赤塚と末金と里系と中田のサインが出てこんかったのはちょっとね、不満点として、強いて言えばよ、あげられるかもしれませんが、まあそれを除けばね、もう素晴らしい結果ですよ、これ。いやー、ジェーム久しぶりに見たな。これ嬉しいですよ、これ。まあ常広もね、まあ今年デビューするのかどうかわかりませんけども、チームの優勝争いの貴重な戦力に加われるように、これから頑張っていってほしいですね。はい、まあこんな感じでね、野球カードの開封とかね、ゲーム実況とかいろいろやっておりますのでね、今年のカープは優勝いけると思った方はね、ぜひチャンネル登録と高評価の方、よろしくお願いいたします。本日はね、青山学院スペシャルということで、約10分間、ぶち抜きで、お送りしてまいりました。わーわー言っております。お時間です。さよなら。ありがとうございました。